はい、政治家が信頼されていない問題についての続きです。はい、34期生インターン生の岡村真奈です。はい、それでは、はい、はい、では、政治資金の収入について今度は考えていきたいと思います。町田市会議の吉田勤です。先ほどはこの政治家が政党の人の場合と政党に所属してない無所属の人では異なると、収入についても異なるというふうにお話をしました。それでは実際の自分の場合を中心に話をしてみたいと思います。政党には所属してない議員の場合ということです。この収入の場合に私にはそれ今日3月20日に届けしましたので、この実際の書類から見ていきたいと思います。年間に351万1842円入ってきているということになっています。大切な金額です。ただし昨年からの繰り越しがありますから、実際に今年入ってきたのは316万円の今年収入があったということです。はい、どう思いますか、この金額は。結構大きいと思うんですけれど、その出どころが気になります。はい、そうですね、これをたくさんこんだけ、寄付金ですからもらえばいいなと、いろんな団体やいろんな人たちが寄付をもらったということがありますが、この政治家が自分の報酬だけじゃなくてこうしたものがたくさんもらえばいいなと思いますけど、実際にこの収入といいますと、もう全部がこの個人の寄付金なんですが、この収入を見てみますと、ここに実際に寄付した人は吉田勤というふうに書いてまして、住所が同じで市議会議員、自分であります。自分が何回かに分けて年間で290万円、先ほど316万円、収入が310万円寄付金があると言いましたけど、290万円は実は自分のお金を自分の活動に寄付をしているということに書類上はなっているわけです。唯一他の方から寄付があったと思うんですけど、それはどなたですか？これは唯一が合計で20万円なんですけど、その大半が実は妻です。あ、そうなんですね。はいはい、じゃあほとんど自分で自分の活動に寄付してらっしゃるということでしょうか？そうですね、こう普通であれば自分のこのお金を自分の目的のために使うということですから、お小遣いですから、これをメモしようと何しようとお小遣い帳をつけようという必要はないんですけど、政治の流れの場合はこの収入もどんなとこからどんなふうに入って、誰からいくら入ってきたということを一定の金額以上はオープンにしなさいというふうになってますので、政務活動費ほどの金額の1円までということはないんですけど、5万円以上はこのことを明らかにしなさいというふうに決められてますので、5万円以上明らかにした結果、私の場合は310万円の寄付が実は290万円が自分の寄付であったということがここで明らかに、されているわけです。自分のお金を使うにしても、わざわざ新宿まで来て、で多くの時間を使って書類を提出しなきゃいけないというのは大変ですね。そうですね、まあ、大変というけども、政治家が本来的に信頼されるためにはこれは必要なことだろうと思います。まあ、しかし本来は書類はそれぞれの自治体、私であれば町田市議会議員ですから町田市に出すというふうに、なればいいのかなと思いますが、今日実際に立ち会ってどうでしたか？そうですね、吉田議員がいかに政治家として信頼されるような行動をしてらっしゃるかということがよく分かりました。まあ、これも皆さん方にですね、この数票とももまた別の機会で見ていただきたいと思いますが、まずは収入の面からお話をさせていただきました。はい、じゃあ収入は終わります。はい。